はい、皆さんこんにちは、レミです。今日はネット通販の D フリックで購入したお洋服を紹介していきたいなと思います。参考までになんですけど、私の身長は153センチで体重が今 43.5 キロですね。なので今日の動画は私と同じように小柄なスタイルの方に参考にしてもらえたら嬉しいなと思って撮影していきたいと思います。はい、じゃあまず早速1着目から紹介していきたいと思います。まずこちら1着目がバフボタンリブニットワンピースです。こんな感じのリブ素材のブラックのニット素材のワンピースです。こことセンター部分と袖口にゴールドのボタンがついてます。でここのボタンはフェイクっていうか普通にここを開かないので、ここ開けてカーディガンとしては着れない感じのデザインです。身長153センチの私が着ると結構膝丈かな。で袖口が結構ここがボリューミーになってて、二の腕も気にならないデザインかなと思います。で D フォリックのモデルさん結構身長が高いので、私はモデルさんが着てて結構なんかこんぐらいミニ丈、あ、これちょっと短すぎるなぐらいのやつを買うと自分には結構程よい長さになってちょうどいいことが多いので、そんな感じでモデルさんの身長を参考にして買っています。あ、ちなみに今日紹介するのはほとんど黒のワンピースばっかりです。だからなんか絵面的にあんまり面白くないかもしれないけど、参考にしてもらえたら、うん、参考になったらいいなって思う。参考になるのかな。はい、はい、次に2着目がストラップ付きニットワンピ&カーディガンセットですね。これね、素材がなんだろう、素材がアクリル 60%、ナイロン 30%、ウール 10% の素材なんですけど、なんかね、すごい肌触りがめっちゃいい。で、ここボリューム袖になってるので、これも結構ゆったり着れるかな。この中のワンピースもとこのベルトっていうか、これはちょっともはや紐なんだけど、中のこのセットのワンピースがノースリーブなんですけど、この中が半袖とか長袖を着てもここの袖がボリュームがあるのでもたつかずに中に長袖も着れそうでいいなって思いました。結構ね、袖、私腕も短いので結構袖が長いかなって思うんだけど、ちゃんとここリブになってるのでストーンってなりすぎず、ここで手首のとこで留めることができるので、ここもすごく嬉しいなって思います。でこう丈感が私が着るともうほぼ足首ぐらい見える、ほぼね足首ぐらいの丈感です。なんか中途半端な丈感だと逆に足が短くなるっていうか、短く見えるっていうか、スタイルが悪く見えちゃうので、逆に長く着れた方がいいかなと思って、このカーディガンと中のワンピースと別々に着てもすごく疲れそうなので、すごく重宝しそうです。なんかセットアップセットで着るとすごいちゃんとして見える、高見えしそうなのですごく嬉しい。はい、じゃあ3着目がこの V ネックボタンロングワンピースです。こんな感じで、ここにフロント部分にボタンがある普通のブラックのワンピースです。で程よくここ V ネックに開いてるので首元もすっきり見えるのですごい気に入ってます。韓国のお洋服って結構ここが肩と腕がボリューミーなやつ結構多いですね。みんな腕がすごい気にならないのでいいなって思います。で後ろがこんな感じでリボンがついてるので、ウエストをキュッと絞れるのでウエストも細く綺麗に見せてくれます。でこれちょっとね、もう丈感がちょうどふくらはぎの真ん中ぐらいなんですけど、ちょっと中途半端なのでちょっとバランスが悪く見えそうなのがちょっとうーんって感じですね。もうちょっと短いか長いかだったら、うん、よかったかなって思います。であともう一つ気になるのが、ここの
袖のところなんですけど、ちょっとボタンがついてたらもうちょっと良かったかなって思う。で今回5着買ったんですけど、このワンピースだけ唯一ニット素材じゃないワンピースですね。今これちょっと夜着て歩くには、昼間はいいかもしれないけど夜だと羽織1枚必要かなって感じ。うん、素材的には寒いです。少しでも流行りとか関係なく着れそうなので、はい、次にこのパターンヘムニットカーディガン上下セットですね。なんか参観日でお母さん感強くないですか。髪型かな、結構きちんとしてる感がしてすごい可愛いんだけど、お母さん感が強い。これニット素材のスカートとカーディガンなんですけど、こんな感じですね。袖口と襟元がこんな感じのデザインになってます。ゴールドのボタンが結構高級感があっていいなって思います。ボタンじゃなくてポケットも可愛いですよね。でやや薄手、サマーニットってほどじゃないんだけど結構薄手なので、これから先ジャケットとか羽織った方がいいと思います。これ一回昨日着て出かけたんですけど、夜だったんですけどね、結構ね寒かったです。もうでサイトのモデルさんが身長169センチ、ほぼ170センチの方ですね、が着ると結構ねミニ丈、写真だと結構ミニ丈なんだけど、私は膝上、膝丈、膝上5センチぐらいなので、短すぎなくてこれもすごく好きな丈感です。でもやや透けるんですよね、なんかここら辺が。なので私はペチコート、黒いペチコートを着てこれ今履いてます。でデザインすごく可愛いんだけど、ボタンがねちょっと緩いかなと思うので、これ付け替えた方が良さそう。あと気になる方、私はちょっと気になったんだけど、ここがねちょっとボタンの位置がもうちょっとこっち側にあったら良かったな。なんかね動くとねここがヒラヒラしちゃうんですよね。こう下向いた時とか歩いてる時にここヒラヒラしちゃうので、ここのボタンの位置がもうちょっとこっち側にあったら良かったかなって思います。でもね金額がすごく安くて、私は D ホリックの会員なので会員価格の3425円で購入しました。なのでまあ多少の薄さとかこういうとことか気になっても、うん、まあ妥当なお得なお買い物だったかなと思います。はい、5着目がこのカシュクールリブワンピースです。こんな感じのリブニットのワンピースを購入しました。結構オフショルにしても着れそうなんですけど、ここ後ろにこの止めてくれるやつ、これ何て言うの、これがあるので全部ズルっていくことがなく、デコルテ部分の空き具合を調節して着れるのにすごく良さそうだなと思います。であとでこれすごいあったかいです。素材がサイトで見た時よりなんか厚手に見えるので、これからの季節も結構ね重宝しそうです。でこれカラーバリエーションがココアカラーとこのブラックで迷ったんですよ。すごいなんだかんだねブラックにしちゃったんだけど、ココアの方が優しい感じに見えそうだから、うん、ココアでも良かったかな。でウエストが結構こんな感じで絞られているので、スタイルもそんなに悪く見えなさそうなので、すごく活躍してくれそうかなって思います。はい、ということで今日は D ホリックで購入したお洋服を紹介したんですけど、いかがだったでしょうか。個人的にはねもう結構ねどれも気に入ってます。どれもすごく買ってよかったなと思って、いい買い物ができたなと思ってます。で今回 D ホリックで買ったのは、で D ホリックは結構何回も購入してるので、だいたいこの身長のモデルさんが着ている服だと私だとこれくらいの丈感になるなっていうのを安心して着れるので、今回も D ホリックで購入しました。あとそんなに、ね、高くもないし、かといってそう素材もすごく悪いとかじゃないので、うん、D ホリックはねサイト見てても楽しいし、また購入したら紹介したいなと思ってます。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今日の動画が良かったなと思っていただいた方はグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。